ですね、こう 手のひらがこうやって向い両方合わさって向かい合ってる場合、Welcome to Big Kid Channel ということで、今日は久しぶりのデビン。なんとデビンがコンテストに出たいということで、来年の鉄と誠と、あ、誠は出てないか、コーチが出た J カトラクラシックに今回はデビンが出場するということで、今何ヶ月前になるんだろう、8月なので、まあ、来年の4月でしょ、だから9ヶ月あるということで、だいぶ もちろん絞れてきてるんだけれども、あの水泳やってたから、あの元の筋肉のそのマッスルメモリーっていうのはすごいものがあって、まあ、まだ体脂肪はあるんだけれども筋肉は本当に増えてきてる。なので9ヶ月あれば、もちろんあの初めてのステージなので別に勝ち負けとかそういうことじゃないんだけれども、とにかく体と体を変えるということをやる場合、これ目標が明確になってるのが一番なので、俺はいつもコンテストに出るのが一番早いと、体を変えることのためには。それでまあデビンもまあ俺と一緒にコンテストに行ってみて、まあこれでまあやっぱり刺激を受けるよね、俺も出てみたいなってやりたいなと、ということで今回9 months out It's like a pregnant yeah. So we are going to train for J カトラクラシック、 Let's get it done。 このアームブラスターを使ったスタンディングバーベルカールというので、別にまあアンプラスターを使わなくてもスタンディングバーベルクラブ、まあ、何もなくてもできるので、まあ、これがない人は普通のまあカールをやるわけじゃない。アンプラスターを使うことによって肘がこのように固定できるので、まあ、フォームが安定しやすいと。ということで、まあバイセプスの二頭筋の種目の中で俺は一番好きな種目かもしれない。でこのアンプラスターって昔からあるシュワルツェネッガーがこれやってる写真見たことある人いると思うんだけれども、まあ、オールドスクールなトレーニング種目だけれども、結構忘れられがちなあの種目の一つ。ただまあ俺はこうあのアンブラスターこの、あの器具が2つあるぐらいなので、まあ、ここのジムの人は結構やってるし、俺もさっき言ったら一番好きな種目かもしれないということで、まずもちろん軽い重量から始めて、第1セット目は20回で、2セット目から10回をキープして、ここから4セットでウォームアップを抜かして、今1セット目、ここからあと3セットです。うわっ、さんどこ痛めたんですか？あのね、前柔術の練習に帰った時にここ、はい、筋肉が切れちゃったんだよね。断裂して、だからこう二頭筋がちょっと短くなっちゃった。ここは前はもっと長かったんだけど、ここはもう短くなっちゃってるので、やっぱ力もあんまり出ない。だから本当に注意しなくちゃいけない。で特にこのバーベルの下ろした時、特にこのアンプラスターを使っているとかなりストレスされるので、ウォームアップはしっかりやるように、まあ、別にあの若い人でもこれは起こり得る怪我なので、どうも、ね、まあ、ウォームアップはしっかりやると。でまだ今日朝早いので、まあ、体はまだ今起きかけているところは特に。 I'm hoping What category? I'm hoping in December we can see size or at least have a better estimate of size。まあデヴェンはサイズのことを気にしてるけども、結局はサイズよりも、まあサイズももちろん大事だけども、やっぱりコンディション、いかにこう体脂肪を低くするかだから、だから意外と細く見えてもカットがあるとステージの上では大きく見えるということが多々ある。なので俺はあんまりサイズのことは気にする必要はないと思うので、出たいクラスに出ると。でクラシックフィジークがいいって言ってるので、まあクラシックフィジーク出たいんだったら別にクラシック出てると。で昔ボディービルしかなかった時は、要するにもう細い人でもでかい人でも
要するに関係なくボディビルに出てたんで、まあそう考えると別にサイズというのは別にもちろんあのもっと上、もちろんナショナルズとかレベル目指す上なんてことはサイズということになるけども、まずはスタートとしては俺はあんまりサイズは気にする必要はない。出たいクラスに出る。トライセプスエクステンションはいろんなアタッチメントバリエーションがあるけれども、今日はこの何つう角度のついた V バーズかな、を使ってまあこの直線のバーだったり V バーでも角度が緩やかなやつだったり、これだと結構急にまあロープだとこうまっすぐだけども、それに対してまあバーでちょっと8の字ぐらいの角度だったこのバーを今日は使ってやるけれども、まあ若干要するにこう手のひらがこうやって両方合わさって向かい合ってる場合、やっぱりこう肘が締まりやすいので、まあ、そうなると三頭筋のこの肘に近い肘からこの一番長い長頭というところに来やすくなる。開けばやや全体的にこの外外側頭というところにも刺激がいくと、まあ言われて、まあもちろん三頭筋はそんなでかい筋肉じゃないので、こう肘を伸ばせばどこも刺激されるんだけれども、感覚としてはこのアタッチメントの場合長頭に近いところに刺激がいくような感じがする。実際に行くかどうかは定かじゃないけど、毎週多少なんか多少バリエーションも変えてるんですか。1,2,3 It's back でしょ。はい。She's cheating. でまあ今デヴィンがこれはきついってたけど、うん、このストレートだとやっぱ体重がかけられるので、うん、やっぱりこの少し負荷が、うん、要するに体重をかけることによって楽に感じるかもしれない、うん、で今これだとやっぱりかけられないからどうしても体まっすぐにキープするしかないので、うん、3頭筋だけはアイソレートできると。うんうん、たださっきも言ったようにどれがいいってわけじゃなくてどれもいい。うん。OK。So now drop set。So最後はドロップセット。うえ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 。トップセットでこれは10回10回10回で落としていくぞ。3セット5 9 10。トップセットをやる理由はまあ結局筋肉って要するに8から12回の間で限界に達する刺激がやっぱり一番筋肉が発達するというふうに、これはもう科学的に証明されてるんだけれども、まあ、経験的にボディビルダーの経験的に筋肉追い込むという表現があるんだけれども、要するにもう最後まで1回も動かなくなるというか筋肉が動かなくなるまでもう回数多くてもやるというセットが効果があるということが別に科学的に証明されていることは分かんないけども、ボディビルダーの経験的にそれで筋肉が発達するということが言われているというか分かっているので、で俺はトラップセットは毎回入れるわけじゃないけれども、特に腕とかは入れやすいので入れるときはある。デビンが出場しようとしているジェイ・カトラー君はこうどういう位置づけにあるんですか。まあナショナルクオリファイアなので、要するにまあローカルショーだよね。日本でいうと例えばミスター東京とか、うん、そういうレベルで、要するにそれを出て
上位に入った人は今度ミスター日本、要するにアメリカとナショナルズという大会に出れるということで、まあなのでまあ誰でも出れるので、ただジェイ・カトラクラシックはラスベガスの中ではやっぱりジェイ・カトラやってるから有名だから、この間もあの鉄が出た時、鉄が校長出た時取材したけれども、選手の層は厚い、ローカルショーの中では。だからといってまあ別に怖がる必要はなくて、まあ誰でも出れるでしょう、だからこれは残さなくちゃいけない、これで伊藤金をなので、ここでこうやってやってる時あるけど、これじゃ効果がない、伸ばさなくちゃいけない、下まで、デビンのダイエットにグルタミンを入れて、トレーニングを前に2スクープ、トレーニングの後に2スクープを取るようにしてる。グルタミンって味がないから、あの俺は まずいって言うのは変だけど、なんかパウダーっぽいなと思ってたんだけど、別になんか味があるんですよ。グルタミンは入れるとどう変わる？なんでグルタミンっていうのはあのアミノ酸の一つで、ただ必須アミノ酸ではないんだけども、条件回避するのかって言われて、あの大やけどした人とかにこう点滴で入れるものなんだよね。だから体を治すときに必要なアミノ酸。だからボディビルやってる人ももちろんやけどしてる人ほどではないけど、やっぱり体は壊れてるから、だからグルタミンは必須のサプリ、特にコンテスト出ようとしてる人には絶対取ってほしい。レプス、すいません。次は3頭はスカルクラッシャーとこのベンチディップスのスーパーセット。でなぜスーパーセットでやるかというと、特にだけどこれはね、変だけど理由はあんまなくて、要するに感覚、まあ俺のいつも言ってる8から12回で限界になることから考えると、要するにスーパーセットやるとそれ以上の回数になるので違うじゃないかってことになるんだけれども、まあ基本は基本としてあって、プラスもっと刺激を与えるためにいろいろバリエーションを入れていくというのが、まあ正しい言い訳だろうか。もちろんこれは本当に初心者で始めたばかりの人はスーパーセットやる必要はないんだけども、それでも十分ストレス設定刺激になるから、だけどベテランになればなるほどいろいろ刺激を変えなくちゃいけないということで、スーパーセット、We should do audition tape for Hide to be Queen Sama. That's cool. No, that's cool. まあ、20回から始めて徐々に重さを増やしながら回数を減らすと。だからこの時点でもう2投も3投も疲労してなくちゃいけない。なので
それほどの重さは必要ない。You're so lucky, like you can have like Hide teacher. There's definitely jealous people. Yes. And I'm sorry, I'm not sorry. Super, never mind. This is already summer. But you get, can't you tell you're getting less? Yeah. Yeah. It's finally starting to go. Definitely. Yeah. Like, yes. はい、引き続き頑張ってください。頑張っていくですね。はい、頑張って。ありがとうございます。はい。はい。